小野康氏は日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する調教師である。主な管理場に2010年の JBC スプリントなどの優勝馬サマーウィンド、2018年大阪杯、2019年ジャパンカップ、優勝馬スワーブリチャードなどがいる。北海道猿群門別町で競争馬生産を営む小野牧場に次男として生まれる。少年の頃は 馬生産を将来の目標とし、日本大学獣医学部に進学。卒業後は実家に戻り、引退調教師の王子、章の保住の指導を受けながら、つなぎ用場の管理をしていた。その後調教師に目標を改め、1996年に JRA 競馬学校の休務員家庭に入った。半年の履修後は、立党、高橋隆志社で休務員となり、 直後、調教助手資格も取得し、約10年を過ごした。2006年に調教師免許を取得。翌2007年に、自身の旧社を開業した。管理場初出走は、重傷の中京記念で、伊藤裕二旧社から引き継いだ町金オーラであった。同6月2日にハリーコマンドが初勝利を挙げた。翌2008年、前年に、加藤和弘旧社から、 天馬やしてきた北斗スルタンがメグロ記念を制し管理場の重賞初勝利を挙げた。2010年にはデビューから管理していたサマーウィンドが JBC スプリントを制し開業4年目で GIQ 競争初制覇を果たしている。2017年には西県モノノフが JBC スプリントをスワーブリチャードが共同通信杯とアルゼンチン共和国杯を優勝し、 日本ダービーでもレーデオロの2着になるなど活躍。翌2018年には、金社地層制覇から臨んだ大阪杯で優勝。調教師生活発の JRA の GI 発制覇を成し遂げた。括弧内は、当該場の優勝重賞競争。太とは、GI 級競争。太とは、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。